ドルヌイシロンスク県は、ポーランド南西部の県である。ドルヌイシロンスクはポーランド語で、市も、シレジアを意味する。県とはブロズワフ。2015年の人口は290万4207人。グーグフも参照ポーランド最古の町の一つ、旧グーグフ大公国の首都、ドイツ5名グルガウ。16世紀に、大公や二世紀の市により、 ポーランド王家の分家であるシロンスクピャスト家の家系が断絶すると、オーストリア領、スウェーデン領、再びオーストリア領、プロイセン王国領、ドイツ帝国領となり、第二次世界大戦後に再び、ポーランド領。第二次世界大戦では、ドイツ軍とソ連軍の激しい戦闘で街並みが破壊されたが、戦後、ポーランド市民の手によって徐々に破壊前の姿に復元されつつある。 グーグ不幸の居城、視聴者、旧市街広場、教会群など、公式サイトあり、ドルヌイシロンスク県ヤボル群の町、中世からの旧市街がある。こことシュフィドニツァの2カ所にある巨大な木造教会は、ヤボルトシュフィドニツァの平和教会群として、ユネスコの世界遺産に登録されている。公式サイトあり、ドイツ5名ヒルシュベルク・イムリー・ゼンゲビルゲ、 中世には、ポーランド王国の経済都市であったが16世紀半ばより、オーストリア領、その後プロイセン王国領、ドイツ帝国領となり、第二次世界大戦後に再び、ポーランド領となった。旧市街は、中世のまま保存されている。公式サイトあり、1675年まで、ポーランドシロンスク公領、その後オーストリア領、プロイセン王国領、ドイツ帝国領となり、 第二次大戦後に再び、ポーランド領となった。旧市街やレグニツァ大聖堂は、中世のまま保存されている。1241年4月9日、この近郊でレグニツァの戦いが行われ、ポーランドのシレジア公ヘンリク2世率いる、ポーランドドイツ連合軍が、モンゴル軍に大敗した。この古戦場跡がある。公式サイトあり。 ドルヌイシロンスク県からシロンスク県まで広がる西欧から中央にかけての地域で最大の砂漠。平均40メートルの厚さの砂の層に覆われている。中世からの旧市街がある。こことヤボルの2箇所にある巨大な木造協会はヤボルとシフィドニツァの平和協会群としてユネスコの世界遺産に登録されている。町の公式サイトあり。中世後期に ポーランド王家の分家であるシロンスク・ピャスト家の家系が断絶すると支配者が次々と代わり1941年までシレジア貴族の資料で鉱山を中心とする工業都市として発展した第二次世界大戦後に再びポーランド領旧市街役ン主場をはじめとした城や教会が有名公式サイトありドルヌイシロンスク県の県と オドラ川のほとりにある。中世は、ポーランド王国の交易、金融の都市として発展し、ポーランド王家のピャスト家が代々、シロンスク公として支配。シロンスク地方は14世紀半ばに、ボヘミア王国、その後オーストリア領となったが、ブロツワフは、ピャスト家が統治し続けた。17世紀後期に、ピャスト家が断絶すると、町は、オーストリア領を、ついで、 プロイセン王国領、ドイツ帝国領となり、第二次世界大戦では、ドイツ軍とソ連軍との間の激しい戦闘で、街の大半が破壊された。街は1950年代から数十年をかけて、ポーランド人の手によって、戦前の姿に復元された。現在も、ワルシャワと並んで、ポーランドの重要な金融都市であり、国内の主要銀行の本店のいくつかはこの街にある。 ドイツ帝国時代に建設された鉄筋コンクリートの巨大な建築物である100周年記念ホールは戦火を免れユネスコの世界遺産に登録されている。市内には日本庭園がある。市内を流れる小倉川には12の島があり、100本以上の橋が架かっている橋の町でもある。試行式サイトあり、ありがとうございます。